はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は6月19日金曜日、時刻の方は20時27分です。テレテテーン、グイー。はい、そんなわけでね、今回のテーマはこちらです。楽天モバイル契約詐欺の主犯格はすでにオペレーター、行政指導対象ではということでね、元気なおじいのところにはね、いろんな楽天モバイルのお被害者の方がいっぱいね連絡をしてくれます。で、大体のその詐欺への誘導とかそういうのが大体ね原因となっているのがオペレーターなんだよ。で、オペレーターは楽天モバイルの要は代理というか、楽天モバイルを代表してお客さんに対して直接指導してるんだよね。こうです、あれですって対応してるんだよね、窓口で。このオペレーターが内部の人もいれば、外注の人たちのバイトもいるんだけども、ここがすでにインチキである。で、その楽天モバイルの社員の方のオペレーターもインチキが多い。これね、本当契約がそもそも成立していない。そういう詐欺への誘導とか丸め込みとかね、これがオペレーターの誘導のものである。これがね、かなり多いんだよね、すごく。じゃあね、今回の内容、投稿内容を見ていきましょう。総務省に見てもらいたいよ、本当ね。はい、今回投稿いただいたのは、ななみちゃん猫さんですね。私も引っかかりました。オンライン契約ができてるかどうか不安だったので店舗に尋ねたら、うちの店舗ならスムーズにできますよと案内され契約しました。後日2つ目の SIM が送られてきて、オペレーターに相談したら、店舗での端末に新たに送ってきた SIM を入れ替えてオンラインで解約するように言われ、それに従いました。結果全て解約になり、店舗と楽天と店舗が入っている電気店と3社で揉めています。電気店も楽天に怒っています。結果はまだ出ていませんが、2つ目の SIM の契約手数料と基本料金1ヶ月分支払うことになりそうです、ね。楽天から返金されるのが通常なんだけども、この店舗、ね、店舗に入って楽天モバイルが入っているこの店舗が看板になっているんだったら、店舗が怒っているから店舗がちゃんとお客さんに弁償すべき問題だよね、これね。そこの店舗に入ってる、そこのお店が勝手にやったことに済むか済まないか、ここのうちうちの話になっちゃうんだけど、まずね、中立な立場から言うと、このななみちゃん猫さんがおかしなところもあるね。だけども基本的にちゃんとなんていうの、この悪いのはやっぱり楽天のオペレーターなんだよね。それでまず一番最初にこのオンライン契約をしたのにできてるかどうかが不安だった、でそれを店舗に尋ねたらでこれがそもそもおかしいんだけどね。だ、店舗でそれからうちの店舗ならスムーズにできますよ、何ができるのか、契約ができるのか、確認ができるのかでと案内書で契約しました。なんでで、これななみちゃん猫さんね、これね、オンライン契約ができてるかできてないかわからないのに店舗でまた契約する、これはおかしい。なんでかっていうと、オンライン契約ができてるかどうか不安だったら、そのできてるのかできてないのかをそれを確認する必要がある。で、できてるんだったらそのまま SIM が来るのを待つ、できていないんだったらどういう状況なのか、キャンセル扱いなのか、それともオンライン契約ができていないのか、このオンライン契約ができてるのかどうかが不安ってことは、ネット上で申し込んだんだけども、受付確認のメールとかね、そういったものも一切届いてないっていうことなんだよね、結局。
受付が完了しましたとか、あの指摘申し込みはこちらですとか、ね、であのそういったものが何もないっていうことなんだね、結局。だから不安になったと思うんだよね。普通おじいたちはほら、あの契約したらあのメール来るもんね。だからそのメールもないからあの不安だったっていうね。でこの契約ができてるかどうか不安だったっていうのは、オンラインで契約をしてから1時間後なのか2時間後なのか、おいとも2日後なのか、で5日後なのか1週間後なのか、ここがわからないね。ただあの契約がポンって完了した、うん、で普通だったらね、押した瞬間にピロリンってカゴにメールが来るけど、楽天の場合遅れるからね。なので、そこで不安だった。あと店舗に立ち出るぐらいだったら最初から店舗に行って契約すればいいと思うんだけど、立ち出る距離のところに店舗があるってことなんだね。おじさん、うちの店舗ならスムーズにできますよって、何ができるのかわからないけど、普通あのその事情を言ったのかどうかなんだよね。だからオンライン契約ができてるかできてないか、不安なんだよっていう、これを伝えたかどうかなんだよ。だから契約ができたようなできてない、なんかできてないっぽいって言ったら、あ、うちだったらちゃんとできますよ。だからできてないことを前提に、うまくできなかったっていうのを伝えちゃった可能性があるし、それかそうじゃないにそう伝わっちゃった可能性がある。でも普通だったら、あ、ちょっと待ってくださいね、じゃあお客さん情報でちょっと調べて確認してみますねっていうことで確認を取って、それで契約ができていなかったら普通店舗でやるんだけども、店舗とオンラインは違うから、店舗は店舗でフランチャイズみたいなもんだから、そこの売り上げがあるね。だからネットのところのお客さんを自分のところでも契約しちゃったら、要はこれになるわけだからね、インセンティブが入るわけだからね。だから、あ、まあ、あのそうやって、あ、うちではできるよって言いながら、あの契約しちゃう。で契約しちゃったら、二重じゃないかって、もし何か言われたら、あ、じゃあそれでネットの方を解約すればいいんでしょうってね、そうやってやれば自分のところを残しておけば、あ、これになるっていうね、もうあの普通のパターンだよねこれね。だからこの、まあ、オペレーターというかこの店舗の人も悪い、悪人だよね。それで、後日2つ目の SIM が送られてきて、オペレーターに相談したらって、今度オペレーターに相談してるんだよ。だからここがあのララミちゃん猫さんの、まあ、あの摩訶不思議、奇妙なところで、おかしいんだよね。オンラインができたかできないか分かんないのを店舗に尋ねて、で、契約しましたって、あんなに契約じゃん、自分の意思で契約をした。ね、そしたら、この2つ目の SIM が取れたから、普通なら店舗に2個目が来たじゃないのっていうのに、これをオペレーターに相談したんだね。だったら、このオペレーターに相談したんだったら、なんで最初からオンライン契約ができてるか不安だったのをオペレーターに聞かなかったの。オンラインでできたかできないかをオペレーターに聞くのは、これが普通の筋なのに、これが店舗に行った。で、2個目を契約した。2個届いた。だから、オペレーターに相談した。で、オペレーターに相談したら、店舗での端末に新たに送ってきた SIM を入れ替えてオンラインで解約をしてくれって言われて従った。これはオンラインの方のオペレーターに言われたってこと。だってその店舗だったら端末入れてちゃんと分かったね、それで渡すわけだから、ちゃんと使える状態で渡してくれるはずなんだけど、それを入れ替えろという、これは1個目のやつが、要は開通作業をしないと、要はそこからスタートしないからね、結局。だから、開通して、そんな店舗でお客を捉えてなるものかっていうね、嘘、こう、届いちゃって使ってない方のやつを、とにかく開通しまえっていうことで、開通させてしまう。開通して解約をすると、契約を成立。で、要はそこで手数料を取って1ヶ月分取って、で、解約ってことになるよね、うん、解約手数料も関係ないかな。で、ところが今度結果締めて解約っていうのは、これどういうことかというと、この店舗のやったことっていうのはまたおかしなもんで、この店舗に相談した時に、多分これで登録して行ったか行かないか分かんないって言ったと思うんだけど、それのアカウントで申し込んだんだね。だから2個目の SIM になってるんで、これが紐付けの、要はだ紐付けの SIM になってるから、
で、このオペレーターに言われた通り、メインのここの SIM で親の SIM に入れ替えて解約したら、子供も解約になるよね。当たり前だよね、これね。だ、親を解約したらぶら下がってる子供もみんな解約になるから、当たり前だよね。で、結果締めて解約になり、テープと楽、テープと楽天とテープが入ってる電気店とシャンシャンで揉めています。電気店も楽天に怒っています。まあ、電気店はね、直接関わってないからね、うちのお客さんに何てことするんだって、それはそうだよね。で、電気店が楽天に怒れる立場なんだったら、電気店が弁償するべきだよね。で、結果はまだ出ていませんが、2つ目の SIM 契約手数料と基本料金を支払うことになります。それは自分が払うの？納得して。これ、ララミちゃん猫さんが、契約手数料と基本手数料を払うことになる。これはいいんだよ、別に。自分の名義で払うことになる。で、それを楽天が返金手続きをするのか、それとも間違って、お金がかかるように指導したのがオペレーターだけども、うちのお店ではちゃんとできるよって言ってね、店舗がちゃんと最後まで面倒を見なかったっていうことで、この店舗の責任なんとか。でも、元気なおじいの冷静な判断だと、この電気店も店舗も、この最終的な決断で言うと、何も関与していないというか、店舗は最初の確認を怠って自分のところで2個目を契約してしまった、同じ ID で。そこの責任があると思う。それで、この解約した件に関しては、この店舗ではなくて、このオンラインのオペレーターに相談をして、オペレーターの指示に従って、解約になっちゃったわけだから、これは店舗の指示ではないわけなんだよ。店舗としては自分のところの2個目の紐付けの SIM を、で、結局ちゃんと手渡したわけで、で、オペレーターの指示によって、要は、ななみちゃん猫さんが自分で SIM を出してしまって、せっかく店舗がセットしてくれたもの。で、自分の意思で1個目の別のやつを開通作業をしたわけでしょ。これは、この店舗には関係がない。店舗に、責任があるのは、2個目の契約の必要性がないものをしてしまったっていう責任があるんだよね。確認しないで。その責任がある。だうちのお店だったら、ちゃんとできますよっていうのは、これは説明の仕方だと思うんだけど、契約ができたかできないか分かんない。契約ができたか分からないってことは確認の内容が来ていない。ね、だからうちであれば確実ですよっていうことで、だからできたかできてないか分からない。その確認を求めてるんじゃなくて、分からないって、このまんま言ったら、あ、じゃあうちだったらちゃんとしっかりできるよっていう、そうなるよね。普通はね、商売的な話をすると。なので、そうすると契約ができないんですが、あ、だったら任せてください、ね、オンラインは大変ですよねって全部店舗がやってくれるわけだから、だから、これできたかできないか分かんないって、分かんないってことは確認内容が来てないイコール契約できてないって判断しちゃうものだからね。だからうちだったら確実にできるよっていうのをちゃんと言った通りに、ちゃんと2個目の契約ができたわけで、セットして、はい、これでいいでしょって、知識も何もない方はの、要は実店舗としてやることをきっちり仕事をしてくれたんだよね。で、それを今度自分で SIM 引っこ抜いて入れ替えちゃって作業をやったのは、この店舗にも電気屋さんにも全く関係がないんだよね。これは自分自身の責任だと思います。なので矛先は、これは楽天のオペレーターね。で、このオペレーターに相談したらってことな、どんな内容を相談したかなんだよね。だ、全てが未知の世界だから、わからない。要はね。で、このオペレーターに言われてやったやないかっつって、またこれオペレーターに言えばいいけど、これを最終的にはね、この、なんで、この、オンラインができたかできないか分かんなかったところに、店舗で契約をしましたわけだよ。で、店舗で契約をしまして、そこで店舗はもう離れたはずなのに、店舗が知らないところで、オペレーターの指示に従って、うなみちゃん猫さんが1個目の SIM を開通してしまった。ね、で、そのことを店舗は知らないはずなのに、そこの物語がないのに、今度は店舗と楽天と店舗が入っている電気店と3社で揉めています。なんでこの電気店とこの店舗がその内容を揉める内容を知ってるの？
ていうことなんだよね。そうすると、オンラインからこの店舗に連絡したのか、確認したのか、どうなのかってことなんだよね。だからね、こう、一見流れがわかるようで、飛んでる結論からなんで、その内容がね、意外と書いてあるようでわからない。これがね。で、この内容から言うと、このね、じゃあ結論から言おうか。ね。ララベちゃん猫さんは、この二つ目の SIM の契約手数料と基本料金1ヶ月分支払うことになりそうで、これは自分で店舗に出向いてって、お願いをして契約をした、これ案内書で契約しましたってことなんで、納得して契約しているので、これは払うの当たり前だよね。これがね。で、1個目の契約がご自身で手続きしたものが、ちゃんとできていたわけで、不安になったのはこれ不安症なだけだよね。本当、ただ不安だったから、実店舗でもう1個ちゃんと契約をすれば安心できるっていうね。そこの保険のところをやって安心したってことになるんだね。これがね。なので、その、できたかできないか、不安だったから、それを解消するために、その目的は達成したわけなんだよね。店舗でちゃんと、シットまでしてもらって、ね、解約できたからね。あった、契約できたからね。なので、この二つ目の SIM の契約手数料と協力金支払うことになりそうですっていうのは、この二つ目は自分で店舗までわざわざ出向いてって、シットまでしてもらってる話なんだよね。なので、これは払わないと、これはおかしな話なんだよ、これ。そもそも。で、この1個目の、要はオンラインがちゃんとできてたんだったら、この店舗でのこれをね、契約をすることがないわけでしょ、結局。で、じゃあ、店舗で契約したのを残して、親のやつを解約すると、両方とも消えるんでね、親を解除して子だけ残すっていうことはできないので、なのでね、これが全然別々の親の、ここで契約したのが親になるので、店舗に行った時に、その、新しい 楽天 ID を作って、それで契約をすれば、親の後に親なんで、どっちでも好きな方を片っぽ解約すればよかったんだけど、要は自分が持ってる今の楽天 ID で、親を契約した後に、その楽天 ID を持って、店舗に行って契約すれば、それ、子供になるよね、これがね。なので、その子供の契約の時に、この店舗の方は、気がつかないとおかしいような気がするけど、おじいの場合は、その、1個目の SIM が来る前に、登録が完了されてませんということで、そのトラップに引っかかりそうになった。で、そこはなんとかね、そこで通常だったらしょうがないなってやるんだけど、おじいは楽天やっぱいらないやって考えになったんだよ。たまたま。もう、あれでできてなかったんだったら、また身分証明いるのっつって、で、データも消しちゃってるからね、送った後に。また撮影して、また送るの、ざけんなよっつって、もういらねえわっつって。それで蹴ったからよかったんだよ。あれが通常だったら、おじいそのトラップに絶対引っかかってるよ。めんどくせえな、送ったのにまたかよって言いながら多分やっちゃったと思うんだよ、おじいも。たまたまあの時も楽天はいらないって判断しちゃったから、トラップに引っかからなかったんだよ。で、その後に仕事が来てから、アプリをダウンロードして進めって言われて、そこからこれをして、これをこうやってやりなさいっていう指示がなくて、アプリをダウンロードしようだけ。アプリをダウンロードしたら、ここ、ここ、ここっていう、申し込みのボタンがあって、ね、ログインとかっていうのはちっちゃくなってて、もうここを押してと言わんばかりに、ね、あんな目立つようになってて。で、あれで申し込むボタンを押して申し込んじゃうとこだったんだよね。ほんとね、やり方が汚い。でね、この件については、とりあえず、しょうがないよね。契約と基本料金。これはね、落とされるのは、これはしょうがない。で、どこに責任があるのか、これは十分これ揉めてくれればいいけど、最終的には、どこも面倒見てくれないっていうね、そういうことになるんじゃないかなと、おじいの予想です。今までの流れを見ると。で、これはどうしたらいいかというと、総務省です。
総務省の消費者のクレーム、そしてどうしたらいいのか相談を地域の窓口、1個前の動画で作ってるんで、同じ場所です。そこに相談するべきです。でこれはどういうことかというと、私の、ね、意図としてない契約内容になっていますということで、でそのオペレーターの指示に従って SIM を入れ替えて、で一回回収してから解約しろって言われて、それで結果的にこうなっちゃったんだよって。でその内容を説明したかどうかにもよるし、でも楽天のオペレーターの方は見ればどういう状態になってるのかを分かってるはずなんで、それを説明する義務があると思うんだよ。でそもそもこの契約したい内容と結果が一致していないわけで、でこのオペレーターの指示が要はそもそもダブル解約になって、揉めていることになるんでね。でしかも両方の要は契約手数料と料金取れるよね、これ当たり前だよね。なのでこれはね、この被害はどこに請求できるのかっていうね、これはね、このオペレーターに相談した、この相談の中に今までの流れを正しく伝えていれば、この指示は間違っているので、これは楽天がちゃんとそのお金を取らないで処理をしないとおかしいです。でこれが消費者センターとかから言っても 別の相談のように、またしれっと翌月分を引き落としたりとかするので、なのでね、これは総務省に相談して記録をしっかり残すべきです。で総務省から直接楽天に連絡をしてもらって事実の内容の確認をする。でお客さんの流れ意思で相談内容はこうだったにもかかわらずこういう流れでこうなってる、それはどういうことなんだってね、事実確認、ね、説明しなさいってことになるだろうからね。なのでそれを行うと結果的にはちゃんと収まるところに収まると思う。なので、そもそもララミちゃん猫さんがこれはいけない、おそらく元気なおじいのこの動画を見てる視聴者さんも圧倒的にほとんどの方はこの内容だけ見るとララミちゃん猫さんがこれは自分が悪いよね、これは自業自得だよって絶対に言われると思います。ですごいカバーしたいし、で動画もあるし、おじいのとこ取り込ましてくれてるからとてもかばいたいんだけども、でもこれだけの内容を見る限りだと引っかかったというよりも、その自分の不安を解消するために余計なことをしたのがスタートになってて、それを正しく店舗が確認したかったっていうね。だからこの店舗責任があるんだけども、でもそこで何も知りもなく契約をするっていう、でこの契約が店舗からいや1個目の契約は成立してませんよっていうことで聞いて契約したんだったら、この子どもの契約を取り消すことができる、そもそもね、この店舗の責任が出てくるわけだ。だから何の相談だったのか、つまりこの流れを言った相談なのか、それとも楽天の契約がなんかちょっと分かんなくてうまくできたかできないか分かんないので、なんか分かんないんですって言ったら、ああ分からないんですか、お困りですね、うちの店舗だったらねちゃんとお客さんに代わって全部やりますので大丈夫ですよ、できますよって、おそらくこういう流れだったと思うんだよ。なので後付けでおそらくこうだったのにああだったのにっていうのが多分後付けで出てきてると思うんだよね、きっと。なので、通常の普通の人間だったら、そのお客さんの言いたいこととか目的はどうなればいいのかっていう、そこをまず理解してから、じゃあどの処理をするべきなのかなっていうのを判断してやるはずなので、なのでね、普通のキャリアだったらありえないことなんだよ。でただこの楽天の要はこの店舗なわけで、でその今までおじいの過去の動画を見れば分かるように、その楽天、同じ楽天なのに店舗は店舗、オンラインはオンラインで分かれてて違うんだっていうね、そうやって言われて処理が一緒にできないっていうね、そういう
事情のやつ、っておじい言ったよね。で、楽天の事情はそういう事情になってるんで、もうこのオンラインと店舗はもう別なんで、同じオンラインなんで、オンライン直営店じゃないのが違う。本当。だから本当、ローソンとかサークル系とかね、同じようなものを売ってるんだけれども、でも例えば値段が違ったりとかね、なんかキャンペーンやったりとかね、店舗どこどこのね、違うんだよね、フランチャイズだとね。だから直営店とフランチャイズが違う。ドコモもそうだよね。ドコモの直営店とフランチャイズとあるよって言ってね。なので、この店舗の場合、まあ、どっちにしても楽天の看板を抱えてるんだから、うちはフランチャイズ直営店は関係なしに、正しい内容をやらないと本来はおかしい。これがね。なので、ここのところのごちゃごちゃになってるものは、どのみちね、責任転換になってしまって、で、最終的には、お客さんが、こうだったでしょうって、そうなりそうな気がするので、なので、総務省に、ジャッジしてもらうのが一番いいと思う。で、総務省が、ララミちゃん、レゴさんに、いや、これはお客さんの方がね、ちょっとこうするべきだったので、これはしょうがないですねって言われたら、そこでこれは諦めよう。でも、この流れから、いや、これはちょっと、楽天側の方が、これはちゃんとお客さんに対して、明確に、要は説明もしていないし、確認もしていないし、意図としない結果になってしまってるね。普通は総務省はそう判断するはずです。そしたらお客さんがなんで困ってるのか、どうして勘違いしてるのか、どうしてこうなってしまってるのか、意図としない内容の契約になっている。お金を捉える。ほんとお客さんに対して不利益になってるわけなんだよ。要はね、お客さんが損してるわけでしょ。だから今日はね、株式会社グッドラック、どんな時もお前に行政指導が言ったけれども、その内容がそうでした。お客さんに対して不利益、すごい損失を与えている。これがまさしくそれに該当する内容です。で、理解していない、このララミちゃん猫さんがまず理解をしていない、その説明がある。これが法的にちゃんとある。だからグッドラックが行政指導を受けたっていうことなんだよね。なのでこれね、ララミちゃん猫さんで、これ総務省に相談する内容です。で、1個前の動画に別の方のね、もう誘導された詐欺なんだっていう動画があるから、それを見ながら同じところに窓口に相談してみてください。必ず総務省が間に入って、ちゃんと電話でね、相談乗ってくれるから。最初はメールだよ。で、連絡先書いて、で、お話ししたいですって連絡来るから、そしたら直接その内容を書き合うと総務省が覚えてくれるから、ちゃんと。それで、で、結果がしっかり出ると思うよ。で、これを見てる皆さんに言いたいのは、楽天に関してこういう似たようなことがいっぱいトラブルがあるよね。それを一人でも多くの方が総務省のその正規の窓口に楽天モバイルのトラブルとか相談として、一人でも多くの方が要は伝えることができるかどうか、この件数が上がれば、株式会社グッドラックに行政指導行ったように、もう楽天に同じことがいくんだよね。こんなことが許されるわけないじゃんね、そう思うよ。だからね、この内容を見ると、まあ、ことの発端からって、この不安を解消するために、あれこれあれこれ余計なことをしたっていうのは、これはラミちゃん猫さんが、これはいけない、本当ね。で、そこのところをしっかりと店舗からの、確認させたか、聞いたかいかないか、この結果も何も書いてないから、多分おそらくうまく伝えなかったと思うんだよ。だから、まあ、恥ずかしいのかどうなのか分かんないけども、この不安だったから店舗に聞いたら伝えできる。ただそこの不安っていうのが、今自分が何をどういうふうにしてる、この内容にちゃんと分かりやすく書いてない、大切な部分を隠してるってことは、店舗に対しても同じように隠してできないんですよっていう感じで伝わってるから、こういうことになってると思うからね。
で、その結果、このオペレーターにもうまくそれを伝えていないから、結果として、こうしてくださいってなってると思うから、多分ね、100% ななみちゃん猫さんが、勝手にあだこうだされた被害者ではないような、おじいは中立の立場がありという判断はあるけども、でも、この電気通信事業者としての責任ってものが法的にあるので、これは総務省の方に連絡をしたら、楽天の方がかなり不利です。これはね、ななみちゃん猫さんは守られるべき消費者なわけなんで、これが発生することしてしまうことによって被害者になるわけだね。これがね。なので十分にななみちゃん猫さんは勝てる内容です。これはね。だからとにかく総務省に連絡をしないとダメだね。そういうことです。消費者センターとかそういうところに行っても、ただ相談役になってくれるだけでね、ああしたらこうしたらって。で、結局、楽天に掛け合ってくれても、あとで返金するから、してね、その場しげで嘘つかれて、終わりだからね、本当ね。だ総務省。総務省がなんだかんだ言ったって強いから。ね。まあ、なんでも嘘でも元に言わないとダメですね。まあ何か店舗で何か不祥事があった。そこのとこのアルバイトにビー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 ギャー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 ね、どうしてくれんだって言ったって、そんな権限が何もない人のところでギャー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 言ったって、何も始まらない。ね。で、責任者出てきたよってね。もうこれ以外は何でもないよね。だ電気通信事業の責任者は総務省です。ね。なので、楽天にこういう商売を黙認しているのは総務省なんでね。こういうやり方でいいんですかっていうのはね。これは明らかに、この電気通信事業者としての正規のやり方ではないので、これは指導対象になるはずです、これはね。なので、総務省の、ね、中の方、関連の人もね、この動画にたどり着いたら、この問題がものすごく多いので、本当、これね、調査するべきだと思う、絶対に。で、楽天の場合は、昔言ったらね、本当、百姓一揆させてる、ね、小じきに物を与えて、鉄砲玉にしてるっていうね、そういう商売やってるんだよ、本当。だから、もうまさしくおじいのとこ見ててもそうなんだけど、本当にね、貧乏百姓にね、ちょっとこう小銭にね、何文か渡して戦ってこいってね、こんな伊予代官様はいねえだ、お前ら何言うだ、ああっていうね、こういう人たちがね、いっぱいいます。ね、あの悪代官あんなことしてるって、お前らあの代官のこと悪く言ったら許さんぞ、こんなんでいい代官がいないんだってね、百姓たちが怒る。ね。なのでね、今この状態なんだよね。本当。だから本当ね、世の中、金があれば何でもできる。ね。そういう人たちがいくらでもいいからコントロールすることができる。ね。昔の時代の一揆。ね。ファミコンにもあってはね、一揆がね、本当。もうでんでけでん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 みたいなね。クソゲーがあったんだけども。あんな感じね。だから楽天を擁護してる人たちは、本当は百姓さんたちなんだよね。百姓一揆が来る。おいお前ら、ね、ほら、銭をくれてやる。俺を守れ。ほら、うわー、ありがとうございますね。命かけてお守りしますね。楽天様。みたいなね。こんな感じになってるんで。だからね、本当惑わされないように、もうどんどんね、将軍様のね、ところにも直訴、ね、それから総務省だから、ね、代官が悪いことを知るね、百姓どもを武器にして、ね、とてもないことを知るってね、もう、直訴すればいい、将軍様に、ね、これが一番だと思います。はい。だけどね、今回の内容はここまでです。参考になった方は、グッドボタンね、暇つぶしだった方は、いいね。ね。そして、おじいの話を聞いて、おう、なんか、ムカつくな、これって思った方は、元気なおじいのチャンネルからね、そっと離れてください。ね。もう来なくて結構です。ね。はい。そんなわけで、そういう方はチャンネル登録をね、解除してくれても構いません。ね。
おーってね、思った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、おじいでした。またね、バイバイ。